ーズデーとフライデーってことですね。で、いいのかな、そういう答え方でいいです。まあ、下に書いてあるんですけど、毎週課金が定額体制からですね。さあ、画面に戻って出てきたのは鳥さん。これは確か、あ、ギフさんが答えてくれましたね。ありがとうございます。1試合目でギフさん、あ、鳥さんが取った試合だったと思うんですよね。さあ、対空がうまい。台形が痛い。前台パン透かして、前中パンが意外と強い。さあ、硬いぞ。あ、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。さあ、あっと、台形濃く出なかったか。さあ、カニパンの先端が噛み合って、さあ、やるか前中継壊し、さあ、裏投げ決まってバックステー、ヤギョ。さあ、コーク使うか迷うですね、これは。あっと、読み合い。さあ、投げて、読み合いはカニパンナイスガード。面白い。あー、さっきと同じですね。ジャンプ中継の高めが強すぎる。さあ、リーチをかけたのはフグさん。前中パン前中パン。さあ、前中パンさあ、嫌がらせのように打っていく。前風呂しないのと。さあ、中足先端、前中パン。さあ、差し合いで勝ってるのはフグさん。さあ、壊しリープはナイスガード。さあ、イエス日輪で距離取って、前中パン。前中パンだけで半分ぐらい減ってる気がする。さあ、裏投げ決まって、ヤギは発動で、コークを使うでしょう。ただ、もう一発出そうとしたが出ない。暗転でちょっとずれた。あっと、うまい投げ付けにスマッシュが決まって、ジャクマシラキングアッパー。さあ、カニパン決まって、これは超痛い。さあ、次の2択で死にますね。さあ、どうすると、ガードしてる偉すぎる。さあ、節約で大パンで、ファイナルラウンド。いや、いい試合ですね。やっぱカニパンは夢がある。さあ、空対空うまい。さあ、前中パンそろそろ、鳥さんもお仕置きするか。さあ、中足中足。単発だが、チクチク。お、空対空うまいですね。結構上見てるですかね。さあ、小銭を稼ごうとしたが、さあ、取って、なぜか当たる。この、ま、おっとさあ、カニパンセンター当たって、ここは男らしく、コワコワが当たらない。ショート仕込んでる、すごい。さあ、バックス、あっとそう、前中パンくぐっちゃうんですよね。さあ、台足で、これは厳しい。さあ、コーク出して、やぎょうないんで、もう一回下がる。さあ、もう一回、さあ、出すのかと。おっと、お互い平で戦おうと。これはダットリきついですね。そうなんですよね。この展開になっちゃうと結構きついですね。